我がザワールドオーバーヘブンによる真実の上書きには莫大な魂のエネルギーとそれをチャージする時間が必要となる。長所と短所は表裏一体、ままならぬものよ。ジョー・スタークはその誇りと勇気を持って運命に勝利してきた。だがその時こそ魂の力が最大限となるのだ。機は熟した。ジョー・スター殿の魂、聖なる遺体を私のものとさせてもらうぞ。何あれは。今のはまさか。ねえ、あいつらの魂と聖なる遺体は。これで残るはお前たち二人のみ。まずはジョー太郎、貴様からだ。始末するのはやはりザワールドオーバーヘブンの真の能力。うう、存在ごと消えろジョータ。我が手は必ず真実に届くのだ。邪魔者は存在しないという真実にな。うん、真実を上書きし直したというのか。まさか同じタイプのスタンド。ザワールドとスタープラチナは同じタイプのスタンド。こともあろうに、このジョースターの末裔が我が真実に入門してくるとは。真実か。今よく見えなかったけど、父さんの体に何が起こったの。いいだろう、どちらの真実が上か蹴りをつけてやる。ジョータロー、気に入らない奴はとりあえずぶん殴る。この辺り。そう、そこだ。ここが一番。拳を叩き込みやすい角度。真実に介入してくるとは思わなかったぞ。だが真実というものはたった一つでなければならない。このディオのもたらす真実、それだけで十分なのだ。礼を言うぞ。お前たちのおかげで聖なる遺体はスムースに集まり、このディオは労せずに基本世界へやってくることができた。そしてお前たちの魂を得ることで我がスタンドはさらなる高みに到達するだろう。ジョースターの決闘というのは我が運命という路上に転がる犬のクソのように邪魔なもんだったが、
ギャ、やろう。さて、ジョー太郎、ジョースター家の最後の一人は我が手で直接始末してやろう。お前の頭を吹き飛ばせば、いないらしい天敵の血筋は消滅するというわけだ。ジョースター家、最後。血筋。死ねえ、ジョー太郎。消滅。こいつは基本世界のものだった。なんだと、なんだこれは。拳で叩くと発動するタイプのようだな。その腕の傷が治るまで真実の上書きはできねえ。その腕が治癒するのに何秒かかる。治ったと同時にスタープラチナをてめえに叩き込む。かかってきな。無駄。そうだ、この目つぶしは勝った。うわ、くだらねえぜディオ。てめえの言う真実とはただのまやかしだ。言わせるなよ。てめえは俺も怒らせた。病院から知らせがあった。意識が戻ったらしい。早く行ってやろうぜ。ん？なんだよ、どうかしたか。いや、なんでもねえ。